そういうわけでね、まあリードギターの一番最初の音ってなると、チャララーンって音なんだけど、どういう音かっていうと、琵琶の音？琵琶の音あるじゃないですか、楽器の琵琶。あれの音が出したくて、俺普段そのリードギター弾くとき、基本的には、ディアピックアップ、ディアのこっち側のピックアップでガシガシ弾く感じなんだけど、その音だけはクリーンにして、センター、まあテレキャスターとかだったら、リアフロントがあって、それのセンター、リアフロントのセンターを使って、できればモジュレーション系、コーラスとかをかけて、って弾くみたいな感じで、で、まあできれば、リバーブとか、ディレイとか、空間系をなんか使っちゃったりすると、すごい雰囲気が出ると。それをまあライブになると、まあなんとかこう切り替えつつ、リアに変えて、っていう感じで、まあ基本パワーコードなんだけど、ここは6弦開放が入るから、ここを細かく動かすことになるけど、みたいな感じで弾いてもらって、で、ピックスクラッチ。で、ここは基本的にはオクターバー。まあ、オクターバーだったら何でもいいけど、僕は、エレハモのポグ2っていうエフェクターをかましてます。が間違いで、これが正解。で、弾きがちなんだけど、最後の音だけ半音下がるから。これが正解なので。みたいな感じで、イントロは弾いてもらえるとよろしいかと思います。で、A メロの一番最初。まあ、フレーズ的には、こう、ちょっと細かい音符になるんだけど、祭りの時に和太鼓と一緒になんか鳴ってるチリチリチリンっていう音あるじゃない。なんかチリ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 ンみたいな楽器。あれ名前わかんないんだけど、あれをイメージしたフレーズなので、なんかああいう感じの気持ちで弾くとそれっぽい音になるんじゃないかなと。まあそういう感じで弾いてもらえれば。その後の細かいフレーズなんだけど、っていう感じで弾いてます。最後はすごい当たっちゃう音なんだけど、こう不音感を出すいい音なので、ここはつっかえないように綺麗に弾いてあげるといいと思います。僕のフレーズ基本的に開放弦を挟むことが多いと思うので、こういうのをゆっくり、多分再生の仕方で速度とか いじれると思うから、ゆっくり再生とかしてみて、ちょっと追ってみるといいかと思います。で、B メロはでも僕のパートはそんなに大したことしてなくて、頭で、バーンって打つだけ。バーンで、3発目、バーンで、全部、ここはパワーコードでいいですね。ここで。サビが、っていうフレーズになってて、まあ、流れでいくと、ていう感じになります。で、その次が、っていう流れなので、流れでいくと、って感じなんです。通管で打ち砕けのところは別の楽器が弾いているので、リードギターはここで、
お休みして、イントロのギターの音を作るのに専念する時間ということになってます。2A なんですけど、ここがちょっと細かくて、その手前のフレーズからいくと、まあ、こうなってて、で、その後、エフェクトをオフにして、ここでチョーキング。みたいな感じになります。で、これを流れでやると。みたいな感じになります。B メロなんですけど、ね。で、普通に打って、で、3発目、その後4発目までやります。って感じで、D メロなんですけど、D メロっていうか、D メロって呼び方は多分うちのバンドが勝手にやってるだけなんで、これが D メロって音楽的に呼ばれるものかどうか分かんないですけど、一応その2サビが終わった後の、ちょっとエモめな歌が入るセクションということ。エフェクトとしては、リバーブとかディレイとか全然かけてもらって構わなくて、フレーズとしては、みたいな。で、まあ、ここがちょっと多分聞き取り難しいと思うんだけど、からの、っていう感じになります。流れでやるとみたいな感じになりますね。で、まあラスサビの、まあ落ちサビみたいなところで、頭は、まあ、変わんなく。で、ここで止めて、君と掴むよっていうところが、ちょっとピックアップを、もし、フロントのピックアップがついてるギターを持ってる人だったら、これをちょっと一瞬フロントに切り替えてもらった方がいい音出るかと思います。で、っていうフレーズになるんですけど、これが何をやってるかっていうと、ここをピックをそのままオルタネートで弾くんではなくて、そのまま下に滑らせてください。このでで最後の弦だけ下から弾く。でフレットのハーモニクスを弾いてもらう感じになります。でそのまま予定通り、楽しくラスサビを弾いていただいた後に、アウトロ、まあ、アウトロもイントロと基本的にやってることは変わらなくて、で最後だけになります。っていう感じで繰り返して、で最後にで、ピックスクラッチでっていう感じで、最後、ジャジャーンバンってなると思うんだけど、ジャジャーンとバンはリードギターは別の音弾きます。最初のビワと同じ音でで、やって最後、バンと E のパワーコードになります。これで多分リードギターはしっかり弾けるんじゃないかなと思います。